これさ、ちょっとさ、汗かいてんの分かった？これちょっと汗かいてんだよ。これですね、天才サムネイラスト師、あの天才絵師、香川さんで合ってるっけ、ごめんなさい、ちょっと名前が。でですね、ちょっとあの差分いただいて、いや、せっかくならライブ後っぽくちょっとね、汗かいてね、ちょっとエモ感を演出っていうっていう感じ。なんかこだわりの詰まったライブでしたね。ちょっとあの打ち合わせするとき、こここんな感じで、ここのカメラのアングルこんなんでって打ち合わせしてたんだけど、スタッフさんと、ちょっとね、スタッフさんが引くぐらいこだわった。ちょっとね、多分若干引いてたよね。なんか本当に不思議だった、最後のこことか。でもなんでこんな不思議なんだろうって思ったんだけどさ、なんかスバル、自分が多分アイドルだっていう自覚があんまりなくて、今までソロライブもあんましてこなかったから、しかももともとさ、歌もそんな得意じゃなくてさ、ダンスも人前で踊ったことなくてさ、みたいな。でもなんか、うわ、踊れてるやん、みたいな。なんか見てくれてる人、サクティスファクションしてくれてるし、みたいな。なんかちょっと、なんか嬉しかったし、なんか不思議だったし、なんか、すごいいろんな感情で泣いてたわ。本当に、スバル、一人じゃ絶対できないんだけど、こういうことを。なんかいろいろ教えてもらったりとかさ、なんか支えてもらってさ、本当にね、なんかラッキーだなって思いましたね。いやー、マジでね、本当にね、諦めずにね、頑張ってよかったですね、本当に。あ、そうだ、最後にね、本当にね、本当にね、ありがとうございます。スバル、普通の女の子だったんだけど、アイドルにしてもらえて本当によかったです。まあ、これからもね、頑張っていきたいと思うんでね、ファンのみんなはね、スバルの誇りなんで、これからもね、よろしくお願いします。ちょ、読むわ。 Thank you so much for finding me a normal girl with nothing to offer and making me an idol. I'm so proud of you all. I will keep trying. I hope you will stay with me. ありがとうございます。ね、まあでも本当に大変だった。もう来年にしかしないわ。もう本当にね、もう来年、まあ来年もね、9月ぐらいにまたね、できたらいいかなって思います。これてか英語合ってるかな。もう昨日朦朧としながら英訳作ったから英訳違う気がする。大丈夫？はい、 Thank you for watching. Please subscribe and push good button. Thank you for watching always.